本日は松本人志の性加害が事実であることを裏付けるような証言を元アイドリングのメンバーが実名で告発した件について紹介します。元アイドリングのメンバーである遠藤舞さんは自身の X にて松本人志の性加害について言及しました。知らない人とお酒を飲むのが楽しいと思えない陰な人種だが、昔例の会に誘われたことがあり、もし断ってなかったら私も例の人に献上されてたということ。私が被害に遭わなかった理由はただ一つ、危ない飲み会には行かない、これだけなので、みんなも芸能人来るとかやたらキラキラの会には行かないようにしような。長年仕事でお世話になってて信頼してたおじさんと、これまた長年一緒に仕事してた人たちと複数人でお疲れ様でした会みたいな飲み会に行っても、酔っ払ったおじさんから軽い性被害に遭って心底裏切られた気分になったことあるから、嫌な思いしたくなければ、知らない人の会なんて絶対行くなとは思う派です。そう、圧倒的に加害者が悪いのは当たり前の前提なのですが、憧れや興味から軽い気持ちで犯罪の温床に引き寄せられてまんまと被害に遭ってしまう人たちを増やさないために、危ない場所には行かないと言えるようにしておくのは大切。加害者が圧倒的に悪いけど、悲しいことに被害者の自衛というか被害に遭わないための予防も大事。悪いことをもみ消そうとすること、そしてもみ消せる世の中はおかしい。この3点をお伝えいたしました。飲み会って楽しいし友達も増えたりいいことあるから、基本的には行ってもいいと思う。楽しかった飲み会もたくさんあるよ。けどいい飲み会と危ない飲み会って行ってみないとわかんないことがほとんどなのよ。自衛できなかった、断れなかった女が悪いって流れあるけど、飲み会の主催者が今日は性加害ありなんて言って女の子を集めるわけないじゃないですか。私はもともと飲み会得意じゃないから参加の母数が少ない。知ってる人の飲み会で嫌なことがあり以降断り続けてる極端な女なんだけど、やっぱり人付き合いは狭くなったと思う。危ないから楽しいところに行かない、人脈増やす機会放棄するって一つ人権失ってるよね。それは嫌だからチャンスを逃したり人生の楽しみを失いたくないから、今日の飲み会は大丈夫かなと怯えながら安全か危険かほぼ賭けで挑んで、賭けに負けたら自業自得なんですかね。飲み会行く前には家族に12時まで連絡なかったら通報してと伝えたり、スタンガン持参せないけないですかと、自身が体験した性被害や目の当たりにした芸能界の闇をもとに松本人志の性加害について言及しました。この元アイドリングのメンバーである遠藤舞さんの告発に対して世間の反応は、遥か昔の話ですが、元カノがダウンタウンに会えると飲み会に行ったらダブル工事今だ遠野がお二人は来れなくなったと言って女性陣が怒ってすぐに帰ったということもありました。おそらく確信犯ですよね。私の友達のグラビアアイドルもその会に参加したけど、そんな危ないことはなかったようです。ただ宮迫さんがずっと口説いてきたとか、参加することで金や仕事につながるかもみたいな幻想を抱かず、そんなうまい話なんてないんだよと肝に銘じておくのが大事ですね。わあ、噂にはよく聞く話ですが、ほんと遠藤さんが無事でよかったです。これからのアイドルさんたちにも気をつけてほしいですね。と、やはり芸能界の飲み会の闇を耳にしたことがある人は多いようです。この元アイドリングのメンバーである遠藤舞さんの告発により、世間ではアイドリングは人気がないのにバラエティ番組に引っ張りだこだったことや、同じく元アイドリングのメンバーである朝日奈央さんや菊池亜美さんが体を張った芸風でバラエティ番組に引っ張りだこであることから、仕事をもらうために遠藤舞さんが断った松本人志の例の飲み会に参加して枕営業をしたか、性加害を受けた被害者ではないかという声もあるようです。この朝日奈央さんや菊池亜美さんの疑惑の声に対して遠藤舞さんは自身の X にて、私って言論活動を行ってる人だったの？知らなかった。朝日奈央さんや菊池亜美さんは何も関係がないので名前出すのはやめてください。私は下りの方から被害を直接受けたわけではなく、昔の知人から
全く同じ被害内容をかなり前に聞いており、ちょうど同じ頃にその知人から飲み会に頻繁に誘われていたため、もしかしたら被害に遭う可能性もあったくらいなので、あやふやに書いてしまった私も悪いですが、私が言いたいのは、誰がではなく、性加害をした人が悪い。被害に遭うかどうかを嗅ぎ分けるのは、極めて難しいため、危ないかもと思ったところには行かない方が良い。安全と思っても被害に遭うことはある。被害者を糾弾するのは、間違っていると思いますが、残念ながら今のところ行かない以外の自衛の方法が思いつかないため、このように書いています。様々な意見があると思います。性加害はもちろん、セカンドレイプで、被害者の傷が再びくじられることがないような社会になることを願います。と、否定しました。続いては、元雑誌編集者が、松本人志の文春法の第2弾について、驚きの発言をしているので、そちらについて紹介します。元雑誌編集者の岡本タブー老氏は、自身の X にて、松本人志さん、もう先に言っときます。ダウンタウンを夢で会えたらで好きになってもう何年だろう。本当に楽しいコンテンツをたくさんありがとう。以前あなたが圧力をかけた週刊誌と違い、文春を力でねじ伏せるのは無理だと思います。次週にヤバい映像が出る前に認めた方が良いかもしれません。合唱。いずれにせよ、松本人志性被害に関しては証言だけで、現時点では証拠を文春側が出してるわけじゃない。でも吉本が我が事実無根だと突っ込んでいった場合、例えば文春が我が第3弾あたりで未成年も含まれていたなんてのが出たら、その時点で一発アウトとなります。私はそれが本当に一番怖いの。あと吉本さんが事実無根で訴えるなら、それはそれで頑張ってほしいけど、万々万が一ジャニーさんみたいに松本さんが負けたとするじゃない。その時はもうマスコミが報じないわけにはいかなくなるでしょう。ジャニーさんの時に報じなかったことを反省する検証番組をあれだけやった後なんだから。なのでこれはもう、ホリエモンさんとかが忌み嫌ってた東大出身の編集者か記者が頭をフル稼働させて考えた抜けられない罠だと思うんですよね。名誉毀損で勝てても、女性たちが連帯して訴えてきたら、そこまでシナリオ作ってるとしたら怖いな。まだまだガキつか見たかったな。記事の内容が正しかろうが、名誉毀損で訴えられて負けることなんてザラです。内容の真偽を問うものではないからね。でも名誉毀損で負けても20万から300万程度でしょ。そんなもん被告人のプロの文春は想定通り。まっちゃんからしたら、うまい棒買うような金もらってもしゃあないやん。元名誉毀損被告人より、まっちゃんが違うって言うなら戦ってほしいけど、ただ元雑誌編集者という立場で言わせていただくと、こういう時の文春に真っ向から対立するととんでもない写真が出てくるのもまた事実なんですよ。だからすげえ怖い。ダウンタウンが終わる日がマジで怖いっす。まあね、週刊誌やゴシップ雑誌やってた人なら、誰でも松本人志の使いっ走りをスピードワゴン小沢がやってるのを知ってるだろうけど、今になって文春が本気出すとはね、そういう世界観はナックルズだけにしとこうよ。と、間もなく文春から松本人志のヤバい映像が出るかもしれないと驚きの発言をしました。いかがでしたか。本日は松本人志の性加害が事実であることを裏付けるような証言を元アイドリングのメンバーである遠藤舞さんが告発した件と、同じく元アイドリングの朝日奈央さんや菊池亜美さんが松本人志の被害者ではないかという疑惑について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。